一旦離れろ！ハンズだ！レイスケの地下洞窟で見たグリシャの記憶、その中にはエレンたちにとって馴染みの深い男の姿があった。5年前のあの日、レイスケの者たちを殺害したグリシャが顔を合わせていた調査兵団の男、彼の姿はかつて南方訓練兵団でエレンたちを鍛えた教官キース・シャーディスによく似ていたのだ。それに思い至ったエレンの発案で、調査兵団はトロスト区にいるキースのもとへ向かい、グリシャの過去、そしてあの日エレンの身に何があったのか、彼の知り得る全てを話すよう要求するのだった。結論から言えば何も知らない、それがキースの答えだったが、彼は人類の理にはなり得ない話として、エレンの父であるグリシャや母カルラの過去について語り出した。グリシャと出会ったのは20年前になるか。ウォールマリア、しがんしなく壁門の目前に彼はいた。本当か嘘か、彼はなぜ壁の外にいるのか覚えていなかった。記憶をなくしていたのだ。グリシャ・イエーガーという名前と、彼自身が医者であること以外全て。私はグリシャに医者としての働き口を紹介し、この壁の世界のことを、そして我々調査兵団のことを教えた。彼は我々をこの壁の誰よりも賢く勇気があると言った。特別な存在、選ばれし者だと、そんなことを言われたのは初めてだった。確かに私は人と違った。自分の居場所を感じたことなどなかった。そう、壁の中は私には狭すぎたのだ。やがてグリシャは病から町を救い、医者として人々から信頼されるようになり、そして私は調査兵団団長に就任し、幾度となく壁外調査に赴いた。誰もが理解できるほどの偉業を凡人どもに突きつけてやる。そうすればみんなが私を認める、そう信じて。そしてあの日も。これより巨大地の森に突入する。邪魔な巨人を排除しつつ拠点を設営せよ。森に潜む巨人の数がまだ把握できていません。この段階での突入は危険すぎるので。いや、森への到達を最優先と可能な限り速やかに目標を達成すべき。巨人が現れてもむやみに戦闘を仕掛ける。仲間と連携して討伐するんだ。エルヴィン分隊長、了解です。成功を上げる。拠点の設営作業完了。防衛を開始します。よし、他の拠点も設営を急げ。完了しました。我々は防衛任務に移行します。またついたな。成功を上げる。私は選ばれし者だ。拠点の設営が終わりました。これより防衛を開始します。団長、全ての拠点の設営が完了したとのことです。みんなよくやった。これで作戦は半ば成功だな。補給は済んだ。報告、森の奥より巨人複数の接近を確認。近づく巨人は排除しろ。何としても拠点を守り抜け。拠点には最小限の兵のみ残し、残りの兵は散開して周囲の巨人の捜索と討伐に当たれ。むやみに散開させては連携が難しくなります。今は拠点の防衛にこそ人員を割くべきか。これが俺のやり方だ。黙って指示に従え、エルヴィン。仕留めてやる。こっちにも巨人が。このままでは補給用の拠点を設営できません。拠点を欠いては戦えません。彼らを援護しましょう。いやっ、助かりました。すぐに拠点の設営を始めます。仕留めてやる。任せたぞ。了解です。森の奥より多数の巨人が出現。こちらに向かっています。このままでは持ちこたえられません。作戦を中止すべきです。撤退はせん。まだ兵力は残っている。私は選ばれし者だ。はい、おっ、仕留めてやる。この作戦で大丈夫なのか。俺は自分の任務をこなすだけだな。成果を上げる。成果を上げたぞ。仕留めてやる。拠点を落とされたか。兵士を無駄死にさせようってのか。巨人の討伐が完了しました。やったか。多大な犠牲を払ったが、これで作戦に戻れるな。新たに巨人が多数出現。近づいてきます。これ以上の作戦続行は不可能です。撤退のご命令を。なんと近くだ。もっと戦力があればやむをえん。撤収だ。森を抜け、平原まで後退せよ。片付いたら隊長、平原にも多数の巨人がいます。まずい、このままでは囲まれるぞ。苦戦しているようだな。救援に向かわねばなるまい。拠点の設営ができません。拠点がなければ逃げ切れん。急ぎ周囲の巨人を排除するぞ。ありがとうございます。私は選ばれし者だ。ありがとうございました。直ちに拠点を設営します。なぜだ。なぜこうなる。私のやり方が間違っているのか。前方より大型の機甲種2体を確認。こちらに接近してきます。平原の他の巨人とはまだ距離がある。あの2体さえ倒せば馬で逃げ切れるはずだ。分かったな。任せたぞ。分かったな。分かりました。これ以上被害が大きくならねえよう、さっさと撤退しねえとな。たづいたか。総員撤退、壁まで全速で走れ。団長、まだ森の中に兵士が残っています。急ぎ彼らとの合流を。ここに留まれば巨人に包囲されて全滅だ。もはや猶予はない。即時撤退せよ。シャーディス団長は突撃するしか能がないって話だ。でもエルヴィンの分隊はまだ死人を出してないんだって。団長、変えちまえばいいのにね。キースさん、このまま死ぬまで続けるつもりですか？なぜ凡人は何もせず死ぬまで生きていられるかわかるか。まず想像力に乏しいからだ。その結果何も成し得ず、クソを垂らしただけの人生を恥じることもない。偉業を成し遂げることも理解することすら不可能だろう。手当たり次第男に愛想を振りまき、酒をついで回るしか取り柄のないものには決して特別じゃなきゃいけないんですか？私はそうは思っていませんよ。少なくともこの子は偉大になんてならなくてもいい。人より優れていなくたってこの子はもう偉いんです。この世界に生まれてきてくれたんだから。エルヴィン、団長をやってくれるか。特別な人間はいる。ただそれが自分ではなかったというだけのこと。私は何も何一つ変えることはできない。ただの傍観者だ。あれはエレンか。奴に壁の上まで吹っ飛ばされたってわけか。大敗北だ。正直言って俺はもう誰も生きて帰ることすらできないと思っている。ああ、反撃の手立てが何もなければな。あるのか。この作戦がうまくいけばお前は獣を仕留めることができるかもしれない。ここにいる新兵と私の命を捧げればな。そして私は真っ先に死ぬ。地下室に何があるのか知ることもなくな。はあ。俺はこのまま地下室に行きたい。父との夢が頭にちらつくんだ。そして今手を伸ばせば届くところに答えがある。だがリヴァイ、見えるか。死んでいった俺たちの仲間が仲間たちは俺らを見ている。捧げた心臓がどうなったか知りたいんだ。全ては俺の中に。子供じみた妄想に過ぎないのか。俺は選ぶぞ。夢を諦めて死んでくれ。新兵たちを地獄に導け。獣の巨人は俺が仕留める。目標獣の巨人に騎馬突撃を仕掛ける。当然目標にとっては格好の的だ。我々は一斉に深淵弾を放ち、目標の投石の命中率を少しでも下げる。我々がおとりになる間にリヴァイ兵長が獣の巨人を討ち取る。以上が作戦だ。どうせ死ぬならどうやって死のうと意味なんかないですよね。全くその通りだ。どんなに夢や希望を持っていても幸福な人生を送ることができたとしても、岩で体を打ち砕かれても同じだ。人はいずれ死ぬ。ならば人生には意味がないのか。死んだ兵士たちが無意味だったのか。いや違う。あの兵士に意味を与えるのは我々だ。我々はここで死に、次の生者に意味を託す。それこそ唯一この残酷な世界に抗う術なのだ。兵士を怒れ。兵士を叫べ。兵士を戦え。突撃！巨人どもを伝って忍び寄り、獣の巨人を奇襲しろか。残された手がそれしかねえなら、必ず成功させてやる。こいつらを伝っていくしかねえんだ。的を絞らせないように煙幕を張れ。投石の命中率を少しでも下げるんだ。俺の敵だ。学んでいないと王に世界の記憶を奪われたのは悲劇だ。だから何度も過ちを繰り返す。たどり着いてやる。面白いぞ。急いで何マジになってんだよ。お前は父親とは違うだろ。何事も楽しまなくちゃ。みんなを誇り高き肉片にしてあげようぜ。面白い面しやがる。片付ける。俺の敵じゃない。じゃない。巨人が倒れて。やっと会えたな。なんだ。俺の巨人を一人で倒してきたのか。こいつ、ライナーたちが言っていたリヴァイか。なんて動きだ。切り刻んでやれよ。随分と楽しそうだったな。もっと楽しんでくれよ。巨人化直後、体を激しく損傷し、回復に手一杯のうちは巨人化できない。そうだったよな。こいつはまだ殺せない。誰か生きてるやつはいねえのか。瀕死でもいい。まだ息さえあればこの注射を使って巨人にする。そいつにこいつを食わせて獣の巨人の力を奪う。誰か一人だけ生き返らせることが。おい、どこに行く。止まれ。まだお前には用が。あいつを殺せ。かなり危なかったが我々の勝ちだ。待てよ、俺はあいつに誓ったんだ。必ずお前を殺すと。俺は誓った。C'est pas possible, j'en ai plus。逃がすわけにはいかねえんだよ。お前が化け物でもこの数を相手に生き残れるはずがねえ。じゃあな、リヴァイ。クソ、雑魚どもがやる。深淵だ。生きているやつがいるのか。行く。俺の敵じゃない。片付ける。生きているのか。巨人、誰か。今兵長、志願しなくにまだ仲間がいるはずだ。一人で行けるな。はい、生存者を探しながら行ってみます。あのこれ使ってください。しつけえな。邪魔だ。どけ。倒れるわけにはいかねえ。急いで片付ける。拠点はここに頼む。急いで。リヴァイが獣の巨人を追撃する一方で、アルミンによる捨て身の作戦によってエレンはベルトルトの確保に成功していた。そこへ突如、四足歩行型の巨人に乗った謎の人物が現れる。こいつ、目の周りに巨人化の跡が。獣の巨人化。お前がエレン・イェーガーか。全然親父と似てないな。何？信じてほしい。俺はお前の理解者だ。俺たちはあの父親の被害者。お前は父親に洗脳されている。父さん。おい、嘘だろ？ここまで追ってきやがった、化け物め。ああ、わかったよリヴァイ。痛み分けで手を打とう。ベルトルト、悪いがお前はここまでらしい。エレン、いつかお前を救い出してやるからな。あっ、Gracias. Thank you. D'accord. D'accord.壁内でエレンと接触した獣はリヴァイに追われて撤退。別行動中だったミカサも現れて、3人は合流を果たした。直後、死んだかに見えたアルミンがかすかに息を吹き返す。リヴァイが持つ巨人化の注射を打ち、ベルトルトを食わせればアルミンの命をつなぎ止められる。エレンはアルミンに注射を打つようリヴァイに訴えたが、リヴァイ兵長エルヴィン団長が重傷です。例の注射が役に立てばと思ったんですが、どうでしょうか。まだ生きてる。この注射はエルヴィンに打つ。お前らも分かっているはずだ。エルヴィンの力なしに人類は巨人に勝てないと。ゾロストクを守れたのも、兄の正体を見抜いたのも、ベルトルトを倒せたのも、全部アルミンの力だ。人類を救えるのは俺でも団長でもない、アルミンだ。そうだろミカサ。人類を救うのはエルヴィン団長だ。巨人を滅ぼすことができるのは悪魔だ。悪魔を再び蘇らせる、それが俺の使命だったんだ。だから邪魔するなよ。ミカサ、私たちにはエルヴィンがまだ必要なんだ。あの壁の中で希望の灯火を絶やしてはならないんだよ。私にも生き返らせたい人がいる。調査兵団に入った時から別れの日々だ。正気を保つことさえままならない。辛いよ、分かってる。それでも前に進まなきゃいけない。兵長、海って知ってますか？アルミンが言うんです。いつか見に行こうって。ガキの頃の夢なんて俺はとっくに忘れてて、何かを憎むことしか頭になくて。でもこいつは違うんです。アルミンは戦うだけじゃない、夢を見ている。全員ここから離れろ。ここで確実にベルトルトをエルヴィンに食わせる。さあ行こうミカサ。アルミン、またな。どいつもこいつも。地平線まで全て塩水。エレンはまだ疑っているんだろう。絶対あるんだから見てろよ。俺はこのまま地下室に行きたい。ガキみてえにわめき散らしやがって。みんな何かに酔っ払ってねえとやってらんなかったんだが、みんな何かの奴隷だった。あいつでさえも。先生にいないってやって調べたんですか？ありがとう。兵長、どうしてですか？こいつを許してやってくれないか。こいつは悪魔になるしかなかった。それを望んだのは俺たちだ。だがもう休ませてやらねえと。エルヴィン、獣を仕留める約束だがまだ先になりそうだ。もう死んだよ。そうか。巨人化したアルミンはベルトルトを捕食したことで人の姿に戻り一命を取り留める。壁上へ避難した調査兵は他の生存者を捜索したが成果はなく、エレンたちはイエーガー邸の地下室に向かうこととなった。この家かい？はい。一見して医師であるイエーガー氏の仕事場だ。何も怪しいものはありません。私にはそう主張しているように見える。まあ中央憲兵に見られて困るようなもんは一見しただけじゃわかんねえだろうな。ここに鍵穴がある。開いた。よく見ろ、二重底だ。本が3冊。俺たちの探し物はこれらしい。親父は俺に何を見せたかったんでしょうか。地下室で発見された3冊の本にはグリシャ・イエーガー氏の半生、巨人と知りうる歴史のすべて、壁外世界の情報が記されていた。そこから判明したのは、壁内人類が相手にしていた敵の正体が人であり、文明であり、世界であること。壁内人類はかつて世界を支配していたユミルの民であり、世界はユミルの民をこの世から根絶しようとしていること。近い将来、壁外の大国マーレが始祖の巨人と資源の獲得を口実にこの地に侵攻してくることなどであった。トロスト区に設置された処刑台は巨人を潰し続け、ウォールマリア内にいた巨人は残らず掃討された。1度目の超大型巨人襲来から6年、調査兵団はウォール・マリア街への壁外調査を行った。お前の読み通りだ、ハンジ。ウォール・マリア内に入っていた巨人がほとんどだった。まだ残ってはいるだろうが、この人数でもなんとかいけるだろう。そんじゃ予定通り目的の場所を目指すぞ。巨人だ。やっと現れたか。気をつけろ。もう目標地点に近いはずだが、ここで巨人と出くわすとはついてねえな。周囲の巨人を全て討伐して目標地点に急ぐぞ。急いで。先行させた索敵班が心配だな。実戦に不慣れな新兵や天属兵も多いし、前線の陣形はもう崩れかかってると考えた方がいいかもしれないね。ありがとうございます。よし、周囲の巨人は残らず倒せたね。あっちにも巨人か。くそ、私が向かうわけにもいかないし。救援には俺が向かう。お前はこのまま本隊を率いて目標地点へ向かえ。急いでよ。こっちです。加勢をお願いします。あの巨人がいる限り進めねえな。さっさと討伐するぞ。救援要請か。無視はできねえな。海なんだ。こんなところで邪魔されてたまるか。俺の敵じゃ。兵長、ありがとうございます。これで目標地点に向かって進めます。いや、アルミン、お前は俺と来い。頭の切れるやつが必要だ。新演団は本体からだな。ハンジのやつ苦戦してやがるのか。助けてくれ。おい、しっかりしろって。兵長、応援お願いします。兵長、ありがとうございました。急がねえとまずい。片付ける。ハンジ、大丈夫か。リヴァイ、手を貸してくれ。巨人に邪魔されて動けないんだ。面白いやつがしやがる。急いでやる。任せた。邪魔だ。どけ。動きが私とは段違いです。手間をかけさせて悪かったね。これが俺の仕事だ。よし、移動を再開しよう。リヴァイもついてきてくれ。ついに人類はここまで来た。あと一歩だよ、リヴァイ。ここに来るまでに代償を払いすぎた。海ってのはさぞ価値があるんだ。本隊目標地点に到着しました。よし、ついにたどり着いたな。深淵団だな。俺が救援に向かおう。念のため内陸側に防衛線を張っておこう。コニー、サシャ、君たちが仕切ってくれ。わかりました。急いで行きます。兵長、手伝ってください。神兵を守らないと。助けてください。急いで。ありがとうございます。おかげで命拾いしました。お前ら新兵は目標地点に向かえ。いいな。今度はあっちか。すみません、助かりました。まだ戦っている仲間がいるようだ。じゃあ救援に手を貸してもらうぞ。片付ける。巨人が多い。これでは目標地点に行けない。そういう。救援要請だ。きたねえな。俺の敵でさすがですね。経験の差ってやつですか。片付いた。リヴァイ兵士長、目標地点へ向かいましょう。拠点を作りたいのに巨人が邪魔なんです。なんとかしてもらえませんか。救援要請だ。さっさと片付けるぞ。面白い気がしやがる。急いで。よっしゃー！ありがとうございました。片付いた。目標地点に向かうぞ。拠点の設営を命じられたんですけど、巨人に邪魔されてうまくいかないんです。まだ巨人が残っていやがったか。面倒だが倒して先へ進むぞ。自分の任務が片付いた。さっさと目標地点に向かえ。巨人の討伐が完了しました。休んでる暇はねえ。すぐ目標地点に向かうぞ。目標地点にたどり着いたか。みんな到着してるよね。じゃあ早速海へ向かおうか。厄介なのが出やがったようだぞ。俺の時じゃない片付ける。仕方ねえな。最後にこいつらを残らず倒して終わりにしよう。片付ける。出ますよね。わかりました。まだどけ。すげえ、俺に真似できるか。まだ生きてるみてえだな。大丈夫です。行きましょう。任せた。 私も同行します。片付ける。仕上がり。それだ。立て直しましょう。助かった。 片付ける。急いでる。 拠点を立てろ。急いで。 さすがは人類最強。兵長がいたから俺たちはここまで来られたんだ。面白い暮らしやがる。急いで。はい。怪我するなよ。来た。 俺の敵じゃ手こずらせやがって。これでようやく海に向かえるな。移動を再開するぞ。 間違いない。この場所で楽園送りにされた俺たちの同胞は巨人にされた。そしてあの先に塩水なの？あ、何かいる。おいハンジ、毒かもしれねえから触るんじゃねえ。ねえ見てよリヴァイ。ち巨人のクソじゃねえだろうな。なんだろこれ、馬のクソかな。でも匂わないんだよねこれって。 だがここの空気は悪くねえ。la suite il nous reste encore 36%. Et d'ailleurs sur la chaîne il y aura des jeux.